おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントテクニックをプレゼンテーションさせていただきます。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションです。今日は11月は8日水曜日、皆様に改めて高野文夫のバイリンガル YouTube についてご案内させていただきますが、すでに7年間毎日バイリンガルで発信してきましたが、これはですね、まあ、国内でナンバーワンと言われている中田敦彦さんの YouTube 大学を真似してですね、スタートしたものなんですが、再度ここでですね、皆様に私の YouTube 大学のご案内をさせていただきました。ナレッジとスキルとマインドと人間力の4つが合体してですね、人間は成長していくんだという例をお話ししたいと思います。今日本でですね、一番成功して尊敬してやまない YouTuber ナンバーワンでしょうね、彼はね、中田敦彦さんという人がいます。 YouTube 大学という看板でですね、しょっちゅう素晴らしい内容の発信をしてくれてます。私が一番好きなですね、 YouTuber ですね、中田敦彦さんの人間力ってどういうことか、なんで YouTube 大学が何百万って人に見ていただいてですね、成功してるかというと、中田敦彦さんの YouTube のナレッジはですね、どれを見てもですね、パーフェクトなんですよ、ナレッジが。どれを見てもですね、いい勉強になります。そしてですね、そのナレッジが今の時世、今の我々年寄りであろうと若者であろうと知りたいなという内容をパッと説明してくれるんですよ。しかもですね、その説明の仕方が、プレゼンテーションのスキルが完璧なもんですから、さっと我々の腹に落としてくれる。ちったバカでもですね、わかるように説明してくれるんですよ。相当な難しい話もですね、どんなにバカっけでもわかるように説明してくれるんですよ。これ中田敦彦さんの頭の良さ、スキルの高さでしょうね。ナレッジがあり、スキルがあり、プラスですね、中田敦彦さんが日本一サポートされてる、喜ばれて見ていただけるのはですね、マインドがあるんですよ。マインド、マインドっていうのは心ですよ。彼の心はこう思いますね。世の中の難しい事象でも、難しい政治的な問題でも、噛み砕いてですね、しっかりみんなに分かっていただこうと。そうすることによって、この日本をいい国にしようという心が伝わってきます。すなわちですね、中田敦彦のマインドがしっかり伝わってくるんですよ。心があるんですよ。そしてですね、ナレッジとスキルとマインドを支える人間力なんですよ。彼はですね、人間が良さそうなんですよね。良さそうなんですよ。生意気ではないし、陰険ではないし、顔もですね、素敵ですよ。とてもいい顔してる。あれ、うちの娘なんかにの旦那に なってくれたら最高だなと思いますね。素敵な男なんですよ。これ人間力ですね。人間力がしっかりしてるから誰にも好かれる、これなんですよ。何事をやるにもですね、この4拍子が揃ってれば成功します。はい、今日はこの辺りにしておきましょうね。さようなら。